長潤長潤は、真の軍人、官僚。字は、鶴渚、満州聖白旗人。ダフルゴベール氏、武ト派出身。愛自衛となり、アロー戦争中に見ない豊かみかどがネッカに逃亡すると、それに随行した。馬族が朝日を陥落させると、大学士の文章に従って、討伐に当たった。ついで活母に従って、年軍との戦いにあたり、直霊章、三等章、 安記省、河南省を転戦し、皆、豊か十一年に、英州の方位を説いた甲で二等自衛に昇進した。その後、ドロンガに従って海民放棄軍との戦いにあたり、同治三年には、姉化を攻略して、副都党に昇進した。同治六年から乱州に軍を移し、海民軍をしばしば打ち破った。同治八年に、後期官軍副都党となり、同治十一年に、 ウリアス対将軍となった。高所2年からバルクルクムルで大臣を務めた。その後、聖白機関軍都党や内大臣を歴任し、高所14年に吉林将軍に就任した。高所20年に日清戦争が始まると、国力を将軍のイクタンガと共に援軍に赴き、日本軍に占領された海城を包囲したが、脱回に失敗した。戦争終結後、 山を理由に故郷に帰ったが、高所25年に再び、吉林将軍に起用された。翌年、義和団の乱に際して、ロシアが東三世に侵攻すると、高天、国立公は主戦論を唱えたが、長順は和平論を唱えたため、吉林の未戦下を免れることができた。高所30年に、日露戦争が発生すると、中立の態度を維持した。死後、 対象ほどただ春の死亡が送られた。http コロンスラッシュスラッシュ n p m h o s t n p m g o v t a y l o r w a t s ス ttscgi スラッシュ ttsquer xml レーレーウンプムマッテックスマル dn 3d 171730ありがとうございます。